宮内義彦、宮内義彦、宮内義彦、1935年、昭和10年9月13日隊は、日本の実業家、兵庫県神戸市出身。オリックス社長、会長、グループ CEO を歴任した、日本プロ野球、パリーグに加盟するオリックスバファローズのオーナー。父の義作は、神戸の米国人商館に出入りする、 木材輸入商社に勤務する貿易商だった。神戸市立、重則国民学校、現神戸市立重則小学校を経て、山口県区賀郡大畑町に疎開。鳴門国民学校、現屋内市立鳴門小学校、作用調律作用小学校、関西学院中学部、高等部を経て、1958年関西、学院大学小学部卒業。在学中は、 グリークラブに所属する。1960年、ワシントン大学大学院経営学部、修士課程修了、MBA。1960年8月、日和ミノル行、日商祝いとともに、現在の創実を構成する入社。調査部配属。海外統括部、オリエントリース設立準備事務所を経て、1964年4月、オリエントリース、 ゲンオリックス入社。日渡みなりは、当時アメリカで、ニュービジネスとして、急成長しつつあったリース業への進出を図っていた。そこで、リース業を学ぶために、社員の派遣を決定。ただ一人選ばれたのが20代の区内だった。帰国して、新会社オリエントリースの創設メンバーとして出向。13名中の最年少だったが、唯一、 リース業の本質を知る人間として、社長の誤りさえ遠慮指摘し、実務を担った。さらに3年後の1967年、リース業の本質を理解しない、本社頼りの営業からの決別も主導。顧客の独自開発を担う開発箇所大課長に就任。本社からの独立戦争を主導した、区内自身も本社に戻らず、出向の身分から新会社に席を移した。 1967年6月、企画課長兼大阪本社開発課長兼東京支店開発課長。1969年、社長室長。1970年3月、取締役。1980年12月、代表取締役社長に就任。その後、代表取締役社長兼グループ CEO に。2000年4月1日。 代表取締役会長兼グループ CEO に就任。2003年6月25日、取締役兼代表執行役会長、グループ CEO。2014年6月24日、取締役兼代表執行役会長、グループ CEO を退任。グループ CEO を井上良に譲り、新設のシニアチェアマンにつき、経営陣への助言などを行う。また、 オリックス・バファローズの球団オーナーなどは続投する。2009年1億8300万円の役員報酬を、2013年2億1300万円の役員報酬を受け、た。正解と強力なコネクションを持ち、規制改革関連の審議会の長を10年以上歴任した。小泉内閣での総合規制改革会議で2002年には、 製造業における労働者派遣事業の解禁を内閣に投申した。また、優勢民営化なども審議されていたが、後に投申は経済財政諮問会議に一元化されることとなり、規制改革会議の意向は、議長の区内がまとめて経済財政諮問会議に伝えていくことになった。なお、この間、内閣府設置法に基づく規則で定められた。 議事録が3年間にわたって作成されていないことが後になって判明した。そのため会議で誰がどのような提案をし反対をしたかがわからず全体を要約した記事概要としての資料しか残っていない。内閣府設置法の総合規制改革会議令に基づく同会議運営規則は議長は議事録を作成し、 一定の期間を経過した後に公表すると定めている。同会議は2004年3月末で廃止され、区内会長が引き続き議長を務める、規制改革、民間解放推進会議に引き継がれた。2009年1月6日に、日本郵政が保養、宿泊施設、かんぽの宿70施設を、オリックス市街社のオリックス不動産に譲渡する契約について、 日本郵政の所管大臣である、鳩山国夫総務大臣、当時は、オリックスの区内会長は規制改革会議の議長を、やり、郵政民営化の議論もそこでされた。そこに一括上途となると、国民ができレースではないかと受け取る、可能性があるとの発言や、森永拓郎の夜、漢方の宿売却問題は大義国事件の一端で、あるとの批判が出た。 これにより一括譲渡は見送られた。区内はこの一件について日本郵政の第三者委員会は報告書をまとめ落札価格の問題点を指摘しなかった。漢方の宿は毎年赤字を続け国に負担をかけ続けるに至ったとし、まさに風評被害だったと実感している。区内が政府に進言した労働者派遣事業の規制緩和の結果として 今日の非正規雇用者が抱える、派遣切りなどの社会問題を生んだとの指摘がある。民主党衆議院議員にして、当時の民主党次の内閣、雇用担当大臣だった、城島効力と激しく対立。城島の院内での発言に対して、総合規制改革会議及び、関係委員の名誉を損なうような結果となったとは、不当であり極めて遺憾であり、本書面をもって、 厳重に抗議するとの文章を総合規制改革会議議長宮内義彦の名義で城島に送付した。これについて三ン毎日は民主党議員を激怒させた高圧的文言という題名にて報道した。行政の一部機関の者が役職名を持って立法府の一員である衆議院議員宛てに抗議文を送付する子は前代未聞の出来事であり、この抗議文については ジ,ョージマが質問主意書を提出した。海老沢勝次が人気途中で NHK 会長を辞任した半年後の2005年7月14日、規制改革民間解放推進会議議長として NHK の受信行政度見直しに取り組む方針を決定した。議長が区内から草刈高尾に変わったこともあり、論議は進展しなかった。その後、区内は 一般財団法人 NHK インターナショナルの評議員に就任した。パシフィックフォーラム CSIS の日本在住理事を務める、財界一の野球好きとして知られる。少年時代からの野球好きを辞任し、歓歴を超えてなお草野球で当主を務めるほどである。1988年をオフ、翌年4月1日に社名を、オリエントリースから、オリスに改めるのに合わせ、 阪急電鉄から阪急ブレーブスを買収し、それ以降、オリックスの球団オーナーを務めている。2004年のプロ野球再編問題では、オリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズの合併を主導した。これによって、リーグの球団数を削減して、プロ野球を再編しようという方針を打ち出し、全球団の合意を得た。しかし、選手会側の猛反発に遭う。この結果、 球界はプロ野球ストライキという空前の大混乱に陥った人物。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。